放課後ネバーランの動画ご視聴いただきましてありがとうございます。アキトです。こうして動画を撮るの随分お久しぶりですね。今回はですね、ちょっと皆さんにお知らせがありまして動画を撮っております。この度アベマ TV に出演することが決定しました。拍手DID についてね、こう特集をされるということで、取材の申し入れっていうのがあって、で、まあ、それを受けさせていただいたんだけど、今もうね、取材終わった後です。結構くたびれてる取材のためにこうスミレがメイクをしてこのまんま撮るかみたいな、ちょっと告知を撮ろうと思いまして、今回ね、DID の生きづらさというのをテーマにお話をするということで、放送がですね、9月21日木曜日の夜9時からスタートらしいです。俺らも今のところはね、オンラインで参加させていただく予定です。ただもしかしたらスタジオに出れるかもみたいな、ちょっと、まあ、そこはね、これから話を詰めないといけないっていうところなんだけど、もしかしたらがあるかもしれないですね。まあ、司会は、芸人さん EXIT のお二人で、ゲストが茂木健一郎先生と岡野健一郎先生ですね。ちょうど俺今岡野健一郎先生の、ね、著書を読んでるところなんですよね。DID の人、こう病院探しとかする中で絶対一回は聞いたことのある超有名な専門医ですよ、岡野先生。もし直接お会いできるものならしてみたいなっていう気持ちはありますね。でね、取材を受けた感想なんだけど、楽しかったですね基本的にね、俺がずっと出てて、まあちょっと地位が出たりとかもねしたんですが、感想としてはなんか楽しかったなという感じです。まあ、この狭いお家でね、ごついカメラが回ってるっていうすごいシュールな空間だったんだけど、すごく楽しかったですね。前日まではちょっとなんか緊張がみたいなあったんだけど、本番に強いタイプっぽい。もう来週なんよねもう来週放送なんで、割とこうタイトなスケジュールで、こう取材の申し入れから取材があって、でそっから1週間後にはもう本番っていうことで、世の中目まぐるしいっすね。できればね、そのスタジオに行って参加っていうのをしてみたいな、経験してみたいなっていう俺の好奇心がめっちゃ動いてんだけど、これはね、実際問題なかなか一人で遠出するのとか難しかったりね、その辺とかもね、いろいろ配慮してくださるっていうお話も出てたりしてて、どうなるかは当日のお楽しみっていう感じです。取材でもね、結構たくさんいろいろ質問していただいて、俺もたくさん喋りまして、まあ、それが、まあ、番組的にどんな構成になっているかも楽しみですね。というわけで、まあ、本日は、ABEMA TV に出演しますという告知動画でした。9月21日木曜日の夜9時スタートです。いつも応援してくださる視聴者の皆さんも、ぜひ見ていただけたらなと思いますので、何卒よろしくお願いします。というわけで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。